はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、偏光陶器と恒星陶器の違いと吹き陶器についても解説いたします。まず偏光陶器っていうのは、陶器をした後に陶器の内容が実体と異なることとなった場合に、これを訂正する陶器、これが偏光陶器です。一方で恒星陶器というのは、錯誤だったり異論によって、初めから陶器の内容が実体と異なる場合に行う陶器なんですね。つまり初めから違うよと、陶器の内容が初めから実体と違うといった場合は恒星陶器、初めは正しい陶器をしてたんですけども、その後事情変更があって実体と内容が異なることとなった場合は偏光陶器という話です。初めから違う、後から違う、この違いですね。で、まあ、錯誤っていうのは勘違いです。で、色をっていうのは、まあ、漏れですよ、漏れ。陶器をする際に一部記載漏れがあったとか、まあ、そういった場合なんですけれども、まあ、あまりないですね。まあ、錯誤はよくあります。まあ、よくあるって言っても、まあ、しょっちゅうあるわけじゃなくて、まあ、ちょこちょこ見ると、まあ、いうことですね。では、ちょっと一つ一つ見ていきます。まず、偏光陶器。例えばなんですけども、住所変更した場合です。順位番号1番。所有権の保存登記を山田太郎さんがしてました。で、その時の住所は東京都でしたと。で、その後山田太郎さんが引っ越しをして大阪に移りましたと。言った場合、変更登記をするんですね。それがこの下の行になります。吹き1号。この吹き1号っていうのは、この1番に付け加えられた登記ですよという意味です。で、表示変更って書いてあるんですけども、もっと言うと、1番の登記名義人表示変更というふうに書かれるんですが、まあ、住所変更って言ったイメージです。で、大阪府何々というふうに登記されるんですね。まあ、これが変更登記をした結果、登記された内容になってくるということですね。で、はじめはここの下線っていうのはないんですけれども、変更登記をすることによって、この東京都っていう住所も違いますよね。つまりこれは抹消しなければいけない、なくさないといけないということで下線が引かれます。これ抹消登記ですね。この住所はもう違いますよ。で、下見ると、あ、大阪府に変わってるんだなっていうのがわかるということです。で、変更登記をすることによって、このように記載された登記、これが吹き登記ですね。変更登記によって付け加えられた登記が吹き陶器なんですけれども、ここで重要なのが、1番に付け加えられているというところが重要なんですよ。これなぜ重要かというと、例えばですよ、一番最初に保存登記をしました。その後、定陶権が設定されました。その後にこの吹き陶器がされました。といった場合、吹き陶器というのは、普通の順番で考えたら定陶権の後じゃないですか。ということは、これは定陶権に対抗できないという話になるんですよ。登記した順番で対抗力って決まってくるんですね。早い登記が強いんです。遅い登記、遅くにした登記っていうのは弱いんですよ。つまり住所の変更登記っていうのは定陶権よりも後なので弱いというふうになるんだけれども、今回一番に付け加えられているわけだから、1番の所有権保存登記と同じ順位で登記されるんですね。これが吹き陶器の特徴なんです。普通に考えたら順番的には定陶権の後に登記されるべきなんですけれども、順位番号は1番として一緒に付け加えられて登記されるわけだから、定陶権にも対抗できるよという話なんですね。ここが一つポイントとなってきます。で、続いて恒星陶器ですね。で、今言ったように、まあ、錯誤の事例を今回解説いたします。A さんと B さんが、まあ、誰かから買い取ったと。まあ、土地でも建物でもどちらでもいいです。買い取って所有権移転登記をしました。その時、2分の1ずつで登記をしたんですけれども、これ違ってたと。錯誤があった。本当は A さんが3分の2、B さんが3分の1という持ち分だった。こういった場合です。こういった場合、この登記自体も初めから違ってるんですよね。実態と異なっている。こういった場合は変更登記じゃないんですよ。これは恒星登記を行うんですね。これも2番に付け加えられた登記ということで、2番のこの下に、すぐ下に
付記1号みたいな形で登記がされます。まあ、考え方はこっちの付記1号と同じです。まあ、今回はこれ2番10番号2ってなっているので2番に付け加えられているということですね。まあ、この辺は別に気にしなくても大丈夫です。あくまでもここの順位番号に付け加えられるんだというところがこの付記登記の重要なところです。また構成登記っていうのは初めからもう登記の内容が実態と異なる場合に使うんだ。変更登記は登記した時は正しいけれどもその後の変更、何かしらの事情が変更することによって訂正する登記なんだというふうにちゃんと違いをですね頭に入れておきましょう。これもしですねこの登記は合ってると、合っていて B さんが A さんに一部また譲渡した、その後ですね譲渡をすることによって A さんの持ち分3分の2、B さんの持ち分3分の1になったというのであれば、これは所有権移転登記になりますよ。構成登記ではありません。なぜなら別に実態は正しいわけですよね。これも実態は正しくなるわけですよ。譲渡をすることによってこの持ち分になったということはその実態をそのまま表していて、しかも所有権を移転させたということですよね。だから所有権移転というふうに書かれるという話です。ここの話というのはもう初めからこれが違ってた、だからそれを構成するんだということで行った登記という話です。これもこの登記がされることによって上の登記も違いますよね。だから下線部が引かれて抹消されますよと、まあ、いう話です。でちょっと分かりづらいのが、じゃあこの変更登記と付記登記、構成登記と付記登記って、まあ、何が違うのかというところなんですけども、変更登記をすることによって記載されたこの登記が付記登記です。これも構成登記をすることによって記載されたこの登記、これが付記登記に当たると、まあ、いうことです。なので変更登記をした結果記載されたものが付記登記、構成登記をすることによって記載されたものが付記登記といったイメージですね。まあ、ちょっとこの辺はややこしいかもしれないんですけども、まあ、なんとか動画見ていただいて頭整理していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。